どうもこんにちは、太郎です。今日はエヴァンゲリオンコラボガチャ、こちらを、30連スレンやっていきたいと思います。狙うは、レイミルとパオルカーリー、あとね13号機、まあ、この辺り欲しいんですけど、個人的に欲しいのは、セレスマリと山竹アスカですね。マリとアスカが大好きなので、この辺りをね狙ってちょっと引いていきたいなと思います。では早速いきましょう。まずは1回目ですね、回す、いけ、このさお、この音がいいよね、この音俺好きなんだよ。はい、レイエヴァ全部ですね。あ、そういえばすいません、ちょっと言い忘れてたんですけど、一応最初のねコラボで記念して、無料で弾けるやつはミサトさんが出ましたね。こうあげたらちょっと嬉しかったですね。では2回目いきましょう。はい、お、金、何が来る、おっしゃいきなりセレスマリー、ありがとうございます。ちょっとスクショ失礼します。よっしゃ、はい、いいね、マリオ、マリ&セレススーツ、これでいくか、にゃだよね、かわいい。では早速ね出て嬉しいです。じゃあ次行きましょう。おー、ラスケ、おー、シュワタシンジですね、いいっすね、ありがとうございます。はい、僕はどうしたらいいのどうしようかね、僕はどうしたらいいの、聞かれてもっていうのあるけど、あー銀か、まあそんな都合よくね金連発しないですよね。マリエはガッテンショッチ、かわいい、マリはねめっちゃかわいい、マリ結構好きなんだよね、本当に意外とっていうのがあれなんですけど、やーっとこれは、無料のガチャで出たやつです。いきます。さあ何が出る、銀、ジャランジャラン、いやー出るね、よくレイはよく出るね。はい、山竹アスカってさ、これ銀から出るかな、銀から出ると思ってるんだけど、どうなんだろう、ちょっとミサットさん出すぎじゃない、大丈夫かな回します。はい、銀、お、かわいい、綾波レイ、綾波レイならどうするの、こっちのね綾波もね結構好きなんですよね、あのさ本とかをいっぱい積み重ねてね、シンジ君がその後フラッグやしてたよね。おー、マリ2体目、まあまあまあ、マリは何体いても嬉しい、いきます。はい、銀、何が出る、あーっとこれは普通のシンジ君だ、シンジ&エヴァ、できます。うん、これ何回目だもう何回目か分からなくなってきたぞ、ちょっと勢いで引きすぎたな。はい、マリー&エヴァ、ちょっとボックス見ます。入手、今で11回目か、さっきちょうど10回引いて11回目だったのね。はい、分かりました。ということであと19回ね、引けるかな、出るかな、いきます。はい、何が出る、お、気に入ったね、ミサト、うーん、超出るねこいつはい、次何が出る、あ、銀か、でん、はい、シンジ君、はい、あと3回でね一応折り返しの15回ということになります。あ、銀が多いな、銀玉率多いぞ、おっと、シンジ君率高いですね、これこれはちょっと闇を感じるけど大丈夫か、このガチャあっ、来たなおかしくないかこれ、あり嬉しいとは言ってるけどもな、ちょっと待って、もう一回ちょっと確認させて、15回引いて、うわー、マリ3体のミサトさんが3体の、無料のミサトさんが上に1体いるんで、ミサトさんに至っては
4ミサトです。いやーちょっと確率がちょっとあれなんじゃないですか、これ大丈夫ですか。では、引いていきたいと思います。よっしゃー、ねえ来る、よっしゃー、いやー久しぶりに違うでやつ出たわ、嬉しいわ。レイランドですね、レイランのコスプレをしたミサトさん、サービスサービス、いやーありがとうございます。順調にね、違うキャラを引いてます。ベイブル欲しいんだよな、シャトシンジお前はもういいよ、2体目、はい、何が出るかな、銀、いやまたケアスが出ないかな、はい、カール&マーク2建造中、さあ約束の時だ。これはもうでもカオルくん好きな人はもう大好きだから。おっしゃあ、金から出た、あなんだよ星5じゃん、ごめんなさい星4かと思ってて、あれと思ったら、あ僕に言ってるんですかねこれ、ウルトラバカねって、すいませんでした本当に、やばい、アスカありがとうございます。よしこの調子でいきましょう。これでちょうど20回目なんですか、おっと2連ちゃん、2連ちゃん来たか、アスカ、はい、ちょっと待ってね、見てみましょう、ちょうど20連した結果ですね、これがいい流れが来てると思うのでこのままどんどんいきましょう、あと10回、いやーカオルカーリーレイミル、この辺りがねこうなると欲しくなってくるところでございますよ、はい、メサトレイラン、なあかぶってきたね、ボシカこの音好きなんだよ、なんかエヴァっぽいよね、はいどんどんいきましょう、いきます、この流れどうなる、あいいよいいよ、うわもういいんだよミサトは、はい、いきます、やっぱ一番の目玉ってことで確率的には低いのかな、レイミルとさカオルカーリーは、はい、レイエヴァ0号機ですね、あーはい、いきます、どうなる、銀、星4ですね、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ、自分に聞かそう、あと5回か、いきます、おし頼むお願いします、あーおまじゃない、おいどうしたらいいの、ガチャ引こう、どうしたらいいのと聞かれればガチャ引いていきましょう、はい、うーん、あまりかわいいね、やったでしょっち回します、あーちょっと念が足りないか、ちょっとごめんなさい、お願いします、いや銀こっから金になる演出とかないかな、あこれレイ見るとさカオルカーリーのためにあれか、闇を見るパターンか、俺大丈夫かな、マジか、はい、マリーいきます、はい、ちょラストなんだよねこれ、30連といったやつで、あーマリーでした、マリーが欲しいって言ったからね、4体マリー&セレススーツ、イラストめっちゃいいんだよね、超かわいい、ボックス見ましょう、はい、こういう感じですね、30連かなっていう感じです、いやーよく出たのがマリかな、あとミサトさん超出てるね、ミサトさんも、でまたキャスカーたまたまこの辺でちょっと続いただけなのかな、ミサトレイランドレスね、シンジシュアートスーツ、これは行くでしょ、追加
30でしょ。あと何回引けんの。あと14回。じゃああと10回引こう。もうこんな引く予定なかったのに。お正月とかもあるからさ。でもレイミルとねカオルカーリーどっちも引けてないっていうのはちょっとね逃げちゃダメだということで、僕はね逃げない道を選んでいきたいなと思います。ということでいきます。1回目、頼む。何が出る。キッよし頼むよ。いきなり来たりしろ。ミサト怖いかよ。はい、どんどんいきましょう。回す、いく。1回目、ジューン。カオルくんです。ちゃうねー、こっちじゃないよ。はい、金来い、金。金かー。あ、かわいいね。あんたバカね、これ。はい、あーっと、さあ、第一関門突破。うわー、第二関門でアウト。それつまり5体目。ありがとうございます。先末だわ。いやー、レイミルスーツ欲しいな。いきます。デジフォーかな、やっぱカオルカーリーとレイミルは。まあ、言えばね。やばい。はい、これあと5回引くじゃん。この5回のうちにさ、あれ2つ出たらさ、相当神的な5回になるよ。全然神じゃないこれ。いきます。下げてね。うわー、夢を見させてくれない。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。2回連続来たね。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。おっと、これはマリかよ。そこはせめてさ、信じ来いよ。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだにさなるあれじゃん、これ。あ、資金来た。わあ。お前出すぎな。いきます、下げてね。おし、あー、ざけんなよ。はい、新ジャンドシャートスーツです。僕はどうしたらいいの。あー、もう40連かな、これで。10、20、30、40ですね。レイミルとさ、カオルカーリーが出ないですね、これ。いくか、これいくか。もうあと4回引きましょう。これ引かなきゃあれ終わんないでしょ。下げてね。うん、やばい、レイだけど違うんだよ。3回いきます。はい、銀か。つらい、つらいよ。下げてね。よっしゃ、頼む、もう出るわ。うん、ミサト、あと1回、これラスト1回。どっちか、どっちか出て、できればレイミル。おし、きんた、来い、死んでー。ふっ、叫んだよ。はい、ありません。うわ、全部使っちゃったよ、マジか。ということで、僕は引けるのかというところだったんですが、うわ、ミサトさん何、7人だよ。ミサト7だよ。シンスが5だよ。うわ、10、20、30、40、1、2、3、4、44回引きまして、これはあれか、レイミルとさ、カオルカーリー以外って言った。13号機が出てないのかな。13号機出てないよね、出てないよね。13号機いる？
もう13号機出たらさ、多分喜んでたと思うよね。よしって感じで、カオルくんとさ、シンジくんが座ってる。え、13号機も出てないじゃん、マジか。はい、というわけで、パズドラエヴァンゲリオンコラボ44連の結果でした。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。って思うじゃないですかね。終わんないっす。増えました。なんか増えた、魔法石が増えたから引くわ。もう、はい、いきます。45回目。マジ終わったと思った人ね、騙されて。おつ、おー、お疲れ俺。もういられよこいつ。はい、回す。下げてね、下げます。あー、もう無の表情俺今これ。あ、でも2体目かこいつは。嬉しいわ。ありがとう。いけます、下げます。したら出ないんだよね、金がね。あんたバカ、バカにされてアスカちゃんに突っ込みられましたね。下げてみます。いきます。よし、来た。はい、お疲れ様です、美里さん。おかしくないか、全然出ねえぞこれ。ポンポン引くわ。もうもう無、ここに感情もなく俺はポチポチするわ。ポチポチだよ、ポチポチ。やり投げだわ、やり投げ、やり投げのごとく周回。俺は今周回しているエヴァガチャを。ポチ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 ね。くそ、期待したね、期待したわ、マジで騙されたわ。いきます。え、出ないのかな、伝説のポケモンみたいな。ゲイミルとさ、カウルカーリーはさ、あ、アスカ、あれかな、ドラゴンとかペガサスみたいなさ、架空の生き物のなんかインソール、うちのデータにはないみたいな。お前はよく連続で出るな。よく連続で出るね。あ、焦った焦った。期待するよ。ヤバタキャスか、出すぎだろ。艦隊組めたわ、ウルトラバカね。あ、バカにされました。アスカちゃんにね言われるならまあ悪くないからの、あれ出ないね、本当にやばいなこれ。あの辺をさ狙うっていうのがさ、バカなのかな、あんたバカみたいな、そういうこと。え、マジ出ないぞ。いや俺さ、さすがに出ると思ってたんだよね。どっちかさ、どっちか出ると思ってたんだけど、なんか周り見たら結構出たみたいなさ聞くからさ、13号機したら出ないとは。おかしいな、おかしいな、おかしいな。あと3回で俺は全部引く、全部引くよ。もういきます。はい、来た、来い来い、来ない。はーい、あと2回いきます。いや、下げてね、ラスト2回。おし、来い、頼む頼む、来た。13号機とりあえず来た。時は満ちた、しゃー、でっかい、来ます。この流れ空気読めよ、頼むよ、つらけんなよ。空気読めよ、合点しょっちゅうみたいな。はい、もうさすがにもう引きません。あー、出なかったね、さすがに。ってことで結果このようになりました。何回引いたかな、10、20、30、40、50、61回、61連引かさせていただきました。セレスマリと
山田キャスカね、この辺はまあ僕は個人的に好きなキャラだったのですごい欲しかったんですけど、やっぱりねなんだかんだ言ってパズドラやってるからにはさね、結構強いキャラだったりさ使ってみたいキャラがいるわけで、レイミルとさカオルカーリーね出ねえんだよなマジで。この辺りがで、それ以外は出たかなって感じか。もうさ13号機やっと出てくれてよかったよこいつ。13号機がまあ出てくれたのが唯一の救いかなって感じですかね。時が満ちたね。というわけで、このような結果になりました。はい、ご視聴ありがとうございました。またよければお願いします。ではまたね、バイバーイ。